お出かけの日ねば。納豆兄さんと駅のホームで待ち合わせしてるねばね。ネバール君もう駅に着いてるかな。ん？わっ！地震ネバー！だー！生きるか死ぬかクイズ。電車で地震だへ。めっちゃ揺れてるネバーよ。第1問、駅のホームで地震が起きたらどうすればいい？ 1. できるだけホームの中央で身を守る。2. 実は線路の上が一番安全。線路に降りて身を守る。プリンバンバプリンバンバプリンバンバポン。3. 地震で怯えるみんなを笑顔にするためマッシュルダンスを踊る。命はかかってるねばよ。5秒で答えるねば。正解は1ねば。ホームの中央で身を守るときには柱やベンチに身を寄せて落下物に気をつけるためカバンなどで頭を守って低い姿勢になるといいねばよ。でもどうしてホームの中央がいいの？地震の揺れで線路に落ちたり、地震のパニックに巻き込まれて線路に落ちないようにするためねば。なるほどね。つまり2みたいに線路に降りるなんてもってのほかってことだね。そうねば。絶対に線路に降りたりしちゃダメねばよ。でも朝のラッシュとかでホームが混んでるときはどうするの？身動きが取れない場合はその場で低い姿勢を取るねばよ。あと3は何なのよ。地震の時に踊れるわけないでしょ。ふざけちゃダメ。うわあ、地震だ。地震のため緊急停止します。いやあ、緊急停止した。まだ揺れてるよ。第2問、電車で座っているときに地震が起きたらどうすればいい？ 1. カバンなどで頭を守って低い姿勢になる。 2. 早く逃げられるように窓を開ける。 3. 地震で怯えるみんなを大谷のモノマネで勇気づける。命はかかってるねばよ。5秒で答えるねば。正解は1ネバー。これは当然だよね。電車の中で地震が起こったらとにかく転倒しないようにするネバー。座ってたのなら1みたいに頭を守って低い姿勢に。立っているときは手すりやつり革をしっかり掴んでできれば低い姿勢になるといいネバね。じゃあ混んでて立ってるときはどうすればいいの？混んでたら手すりやつり革を持ちつつ足を踏ん張って倒れないようにするねばよ。兄みたいに慌てて逃げようとする気持ちもわかるけど危ないもんね。そうねばね。あとこれも3はおかしいでしょ。なんで大谷選手のモノマネする必要があるのよ。ちょっと納豆兄さんやってみてほしいねば。憧れるのをやめましょう。全然似てないねばよ。自分がやらせたんでしょ。憧れるわけないでしょうが。納豆おじさん。誰がおじさんだ。私は納豆兄さん。ようやく揺れが収まった。ネバール君との待ち合わせ時間過ぎちゃうな。っていうかネバール君大丈夫かな。最終問題、電車内で揺れが収まったらどうすればいい？ 1. いつでも逃げられるように非常用ドアコックを使ってドアを開けておく。 2. 乗務員さんの指示があるまでじっと待つ。 3. 地震で不安なみんなをおならで笑わせる。命はかかってるねばよ。5秒で答えるねば。正解は2ネバー。地震が起きたら
とにかく自分だけの判断で行動しないってことだね。そうねば、一みたいに勝手にドアを開けたり外に飛び出したりすると思わぬ事故を招きかねないねばよ。特に地下鉄は線路脇に高圧電線が設置されていることもあるからめっちゃ危険ねばよ。あと3は笑顔になるというより臭くて殺伐としちゃうよね。みんなどうだったねばか。地震は起きてほしくないねばだけど、もし電車に乗ってる時に揺れたらこの動画を思い出してほしいねばね。そうすれば生きる力伸びるねばよ。ネバネバ TV を見てくれてありがなっとうネバー。チャンネル登録してネバね。グッドボタン、ベルボタンも押してネバよ。イベントやグッズ、アプリの情報はホームページにあるネバよ。